今日はいいお天気です、岩手にやってまいりました。近所はうろうろ歩き回り、いらないリンゴ箱と道路工事の会社からゴミ捨て場からドラムをいただいてきました。もちろん許可得ましたよ。今これの粗めのヤスリをかけ終わったところです。これからドラムは小テーブルにしようと思っています。ペンキを塗っていきます。ラッキーなことにこのドラム、ここにほら針金とか出てて、こんなの残ってて、これ物かけられるよね。かわいいっすね。下はネジです。このネジのところに、ね、糸を引かないと傷になる、そうなると思います。ガードが必要です。でもとっても面白いです。ネジの裏の方の方が字が素敵なんだけど、こっちにもネジあるからね。ちょっとこれを使っていきたいと思います。今ざっと粗めヤスリをかけました。リンゴ箱の方も角がツルツルになって怪我をしないようにします。トゲが通りますのでざっくり、かけました。自宅から急いで持ってきてもらいました。後口できた家族に持ってきてもらったんですけど、家族、ここに住んでる、アパート住まいの娘には何にもないので勉強送ってもらいました。持ってきてもらいました。でも残念ながら白と青って言ったのに黒と緑なんだよ。どうするこれ。多分黒と青を少し混ぜて薄茶色にして、茶色と薄いブルーの、なんだろう、2色を使ってこれから塗っていこうと思います。ベースはブルーかな。ちょっとやってみないと分かりません。出来上がりを楽しみに。なんちゃって。